はい皆さん毎度毎度はい最近のトレンドのネタね嫌いなお客様は断るまあ嫌いなお客さんネタは私はそのお客さんを人と思わないでお金と思うようにしたら謝罪も仕事もやりやすくなりましたはいしばちゃん先生毎度毎度ね一歩進んでねお客様の顔がね千円札に見える雪 <laughs> 地に見えるとかね まあどの程度の、ね、嫌なお客様かわかんないけどね、2度目、3度目来るとね、急に可愛くなったりすることもあるよね。やっぱね、美容業にとって嫌なお客様っつうのは、遅刻したりね、時間がかかりすぎるっていうのはね、自分の経験から言わせてもらうとね、やっぱり美容師が悪いね、自分が悪いってとこあるよね。 あと若いとね、体力があるからね、どうしてもね、時間がかかっても、結構平気で我慢してやったりするんだよね。うちの古い動画でカット1時間ぐらいやってるようなカットあるけど、あれやっぱり、美容師が我々が悪いよね。はっきり言って、昔の自分の動画なんか見たくもないけどね、多分10%セニン,ングでチンたらチンたらやってたんだと思うよね、それも、まあ、数年前の話なんだよね。ここ来て急にねね体力の低下が、ね、やっぱり 1>, 1人のカット早くやろうってね、もうどうやったら早く終わるかって今頃考えてっかんね。<laughs> もちろんね、仕事を早く終わらせるのに、ぶっ飛ばして早くやるんじゃなくてね、仕事をさらにクオリティを高く早く終わらしたいよね。で、早く終わらないと集中力が切れる、脳がね、酸欠を起こす、<laughs> カットしながらね、あくびしたいぐらいだよあの。あくびしてやる気がねえのじゃなくて、脳に酸素を送るためにね、あくびしたいぐらいだよね。 美容業ね、まあ、簡単な仕事でも意外とね、接客しながら何かしてるわけだから、緊張してるからね、脳が酸欠なる、これはもう最近のトレンドだね、嫌なお客様は断る、脳の酸欠に対してどうするかね。あと、自分もそうだけど、自信がないこと、あと嘘、嘘嘘は言ってないけど、自信がないことね、ちょっとかん、ちょっとって時は、やっぱり声が大きくならないよね。 腹筋に力が入ってる、全身に力が入って緊張してるから、腹式呼吸ができてないから、喉だけで声を出してるっていうのなんか、なんかがあるよね。な,なんか接客で使えそうな気しないか声が小さいお客様。やっぱり自信がなくて大きな声出せないっていうのなんかちょっと小さい声で、腹から声を出さないで、喉だけで喋って、長さどうするって聞いたときに、なんかねえ、もそもそって喋る方。 まあこういうお客様、多分男の子に多いかもしれないね、男性にね。じゃ今度聞いてみるといいかもしれないね。自分今度聞いてみるよ、緊張してるねって腹、腹から声が出てないよって、それ言えばちょっとね、緊張がほどけるんじゃないかなと思うんだよね。まあ、ご新規のお客様だろうね。まあ、何回も来てる方は緊張してないだろうからね。美容業とね、接客業とね、心理学ね。うんこれ、心理学もっと勉強していけばよかったなって思うよねねもちろん、ね、美味しいいしとこだけつまみ食いね。 学校でだから勉強するとねリンクス先生ねレポート出せだろなんだろってねめんどくせえそんなことはやりたくないよね <laughs> あくまでもつまみ食い程度にねはいお疲れ様でした。